はい、えー、それではクリミアス最適化手法を用いた、えー、a g v 群運用計画最適化システムブラックストーンブレインの開発の発表を始めさせていただきます、えー、製造業ではあの1秒ごとに価値が生まれています未来の製造業製造現場というのを想像してみてください工場はです、ね、あの効率的なプロセスによって最大の価値を想像します工場の効率化というのはです、ね、生産性の向上、まあ、コスト削減人類社会の前進 これを意味します。現在の工場、まあ、人が歩き回る、まあ、無駄の多いシステムとなっています。実際の,この現場の歩き回りシステムというもの、これ実際の現場にあるものなんですけども、これではです、ね、生産シー通りに必要な部品というのを所定のまあ棚から取り出して、所定の棚、また一つ台、戻る、置く、取って戻る。 これを繰り返すというのが、実際の現場で行われているピッキングの作業ですで。ここで質問です。この歩き回り在庫の取り出しというですね、極めて非効率なプロセスが残っている中で、この既存,な既存の工場で、この作業者というのは1日にどれくらいの距離を歩いているか、ご存知でしょうか。なんと38キロも歩いていると。 歩数にして約5万歩これ、ヒアリング結果に基づくデータなんですけども、実際、先ほどの作業について、約5万歩、作業者が歩いていると。このですね現代の,この製造現場というのは、この膨大な歩き回り時間、これによって、価値創造の機会をこう日々逃しているという状況に置かれています。一方で、効率化のトレンドとして、グッズ2パーソン、GTP 型のピッキングシステム、人が物を取りに行くというのが、物が人の元に来る、こう変わっていると。 いうシステムってありまアルキマラシステムと GPT についてご説明いたします。アルキマラシスのムはです、ねこのまあ、棚間をピッキングの作業者がこつ一つ取って、まあ、一般的には台車を持ちながらこつ一つ取っていくという棚間歩行を行っていくシステム。で一方で GTP、グッズトゥ e パーソン、これは物が人の歩行にやってくると。 作業者定点でピッキングをさせてくれるシステムとなっています。から市場の GPT システムの課題についてお話しいたします。まず1点目、到着待ちの発生というのがあります。既存のシステムは、ですね場当たり的な AGV ロボットの回避であったり渋滞によって、まあ、到着時間が不明であるとでこれによりものを待つ時間というのが発生しています。 さらに2点目ですね、最大速度が出せないと。まあ、常にこう予想外の衝突というのをこうけん検知して想定しないといけない。でそこで最大速度を出せずに、徐行運転する必要があるとロボットに制限が課されています。さらに3点目に、スケーラビリティの点で困難性があります。ロボットが多数台走ってくると、渋滞がどうしても発生して、服装が発生するとことに繋がります。 多数のパーツを扱うような製造現場において、この大型化ニーズについあの適用できないという問題がありますで。この解決方法としまして、我々はマルチエージェントパスファインディング手法、マップ F 手法の適用を行います。従来手法とこのマップ F 手法の比較というのを、まずアニメーションの方でこうご理解いただけると思うんですけれども、左がこ従来的な、まあ、シングルエージェントのフレームワークによる実際のものの移動ですね。左ではこう AGV 同士がちょ直前で衝突を検知して遠回りを始めるというシーンがこう見受けられると思います。一方で、右側の,アニメーションあのシミュレーション結果、これもマップ F 手法を適用した場合、ね、事前にすべてのロボットの状態というのを扱って探索経路探索を行っている手法ですで。既存システムの提案システムの比較を行わせていただきます。 ロボット管理システムね。既存のロボット管理システムというのは個別にロボットの制御信号、制御というのを行っていると。なので、えー、と他のえ、えー、とロボットを認識できていない、あるロボットは他のロボットを認識できていないという、個別に経路探索を行っている。提案システムはですべ、ね、てのロボットの状態というのを用いて経路探索を行います。でこれによりあの、工場の全エリアのロボットをこう管理できると。 これまで先ほどあの申し上げたようなスケーラビリティの点からまあエリアリングがこうロボットの運用においてエリアリングがなされているとで。このような全部の状態を管理できるシステムを設けることで、えー、全体のロボットを工場の全エリアに対してえ管理できるようになることによって、まあ、AGB AG のロボットの稼働率の平準化がなされます。でここからはまあ移動期間中に何を開発したのかというお話をさせていただきます。まず開発項目についてお話ししますと、えー、先ほどのえとマップエストルバー、 にをコアとするあ軍ロボット最適あ管理システムを、えー、まず1点目に開発しました。でこの機能としましては、まあ、時間最適な経路の探索、これマップエクルバーのモジュールを使ってこれを行いますと。でえー、と目玉としてはその安全なロボットの、えー、と管理ができるロボットの状態監視、こう遅延検知というのを非常に高周,あ高周期で行っており、まあ、遅延交渉に対するロバスト性というのを、えー、かなり担保できているシステムになっていると思います。 アルゴリズムの方も高速な実装というのを達成いたしまして、群ロボットの遅延や停止に対する対応、この時に発生する再計画に要する時間という数ミリ秒で行えるようになっています。さらに、ロボット動作とピック作業というのを同時にスケジューリングすることによって、作業スケジューリングの段階でロボットの行動計画まで一緒に行っていることで、全体最適を達成できている。点 未曾有性があると感じておりますあここからはあの検,検証項目、それちょっと前後したんですけども、えー、検証項目として、えー、実世界に対する適用性と、実問題に対する有効性、この2点について検証を行いました。 ここからは私山崎が発布させていただきます。実用内への有効性、自動車メーカーとの POC をやりました。検討内容といたしまして、2つ上がっておりまして、1つ目が歩き回り型ピッキング作業の GTP 化です。ここでいう歩き回り型ピッキング作業とは、まあ、この序盤で紹介いたしました、5万歩歩いている。 という事例ですで2番目が在庫保持のためのフォークリフト廃車計画ですで。このうちの1番に今回注目いたしまして、えー、し実問題への有効性を検証させていただきました。まだ、再、え、計、ーえー、なんですけども、歩き回りシステムと GTP の比較を載せております。左が歩き回りシステム。 人が物に向かうシステムです。で右が GTP システム。これは物が物が人に向かうシステムです。これにより、えー、物が人に向かうことによって移動範囲の最小化が行われます。で今回 GTP 化なんですけども、えー、本システムを用いた現場の GTP 化についてお話しします。先ほど歩き回ってる5万歩歩き回ってるという システム、えー、現在敷かれているシステムに対して本システムに入れ替えまして GTP 化を行います。実際にはこの赤いのがロボットです。で、上にあるのは棚でして、えー、この棚に ABCD という灰色のものがあると思うんですけど、これは部品です。このように、えー、ロボットが ロボットの経路、つまりこの赤い矢印ですね、それを生成することによって、この棚に置かれている部品 ABCD を順番にこのピッカーのピッキングエリア ABCD に持ってくるということです。このように、まず AB の商品をピッキングエリアに持ち込みまして、で、作業者がピックします。 で、作業者が PICAB をピックしている間に、ロボットは他の CD の商品をピックしに行きます。で、作業者が C のピッキングエリアに着く前に、ロボットが CD の商品をピッキングエリアに運びます。で、作業者が CD でピック作業している間に、でロボットは AB の商品を棚に戻すと。 今回このような GTP 化を行わせていただきましたで。そのシミュレーションを今回作成いたしまして、でシミュレーションを紹介いたしますで。シミュレーションの構成、右のようなレイアウトで、えー、シミュレーションを行いました。ここで、えー、上から棚、えー、この灰色の部分が棚です。でえー、青い部分がロボット。でロボットの少し、えーあ すみませんレイアウトの下の方にある、えー、黒い空形、ね、はピック地点でこの空形の隣にあるチがついた空形については入れ替え待機地点としていますでシミュレーションを行った結果をここで流させていただきたいと思いますはい 今流しているのが、えー、ピッキングエリアの実際のシミュレーションの動画になります。えー、っと右のこの黒い部分が、えー、作業者が歩く部分ですで。その歩く部分のところに実際に、えー、ロボットが商品を、えー棚商品が、商品が入った棚を直接持っていきます。でこ,こ,からここからピック作業が始まります。まず、えー、上の 部分ですね、上のピッキングエリアから、えー、ピック作業が終わりまして次にどんどん下にピック,がピック作業を終わっていきます。で作業を、えー、ピック作業をしている間にピック終わった、えーえー、ピッキングエリアではもうその棚は必要ないので、えー、他の、えー、他の必要な棚とどんどん交換していきます。 はい、これを繰り返すことによって、えー、合計 <laughs> 必要な部品を、えー、移動範囲の、えー、最小の中で、えー、ピックすることが可能になります。で実際、今お見せしたピッキングのシミュレーション,シミュレーションなんですけどもそれを図に起こしたのがこちらのスライドになります。えー、この右のスライドで表しているた、えー右,のえー、右の図ですね、右の図の縦軸は それぞれピッキングエリアの名前が書かれておりまして、横軸が時間、単位は秒となっております。この区形、この時間に沿って現れる区形は何なのかといいますと、各地点でのピッキング作業の時間です。つまり、この図は左下の37のピックが終わって、次32、24、14、23、33。 このようにですね、えー、ABCDEF でまた ABCDEF という順番にピックしていくことによって、えー、ピッキング作業が、えー、完了しますでシミュレーション。シミュレーションの結果なんですけども、えー、操作業時間が228.5秒となっております。今回の例では。でこれはですね、えー、先ほど お見せした5万歩歩くというシステムに比較しまして作業時間が約7分の1に短縮しておりますでもう一つ、えー、歩行数が25分の1に短縮しております、はい、以上で私からの発表がありますそしてあの検証項目の2つ目の、えー、実世界の適用性 こちらはの実,際の、えー、実際のロボットにま接続するのはちょっと難しかったので、えーと、ロス2とガゼボイルグニッションの3次元のシミュレーター、物理シミュレーターを用いても仮想的にロボットシステムというのを構築して、えー、ブラックストーンブレインと結合して、この実験を行いましたで。確認項目として3点あります。まず1点目に、まあ、実機と等価のモデルとして動作できているかというところですね。こちらは物理モデル、物理的な動きの方に関してです。で2点目にあの 計画した経路通りにロボット同士が効率よくすれ違いというのができているかというところですで。3点目に通信遅延に対してシステムの挙動を見るという,ことあのという3つの項目を検証いたしました。ええー、っと、っと動画の流れだっけ。これらの,あの物理シミュレーションですね。あの のタスクあ2時間のタイムスパンでタスクランダムにタスクを発生させて、えー、実,実験したところ、機体間の物理的接触がなく、まあ、最適経路を正確に通知できているということを確認いたしました。さらに、えっと、通信遅延に対しては、えー、経路探索時に通信遅延というのを考慮すること,にすることでこれに起因する問題は発生しませんでしたで既存システムとの差分。 3点挙げてた課題に対する差分ですが、まず1点目の到着待ちの発生、これに関しては、提案システムでは時間最適な経路というのを衝突なく追従できるため、反措遅延というのが最小化できます。そして最大速度の面においては、すべての AGV、ロボットがです、ね、将来的な位置というのを正確に捉えることができるため、安全に最大速度、最大巡航速度で走行可能となっております。 3体目のスケーラビリティの困難性については、完全性を保証するマップ F シを用いることで、理論上はデッドロックが起きないので、マップ作成、マップ作成上のルール作成等が不要となっています。さらに、軍ロボット全体の状態を管理するため、装が発生しません。最後にロボットの,あの市場規模についてですが、世界全体で、これ2022年の値なんですけど、4000億円程度となっておりまして、そのうち8割が製造業、2割が物流となっておりまして、大体3200円。 3200億円程度がすで、えー、に AGV の売り上げ高度として、えー、と世界で使われている、えー、と額になります。そのうち、えー、国内では200億円弱となっておりまして、えー、と額としてはすごいあのー、まだまだ小さいものなんですけど、えー、全体のパイとして見れば、えー、と23%の平均成長率で、えー、市場が拡大していくものとなっております。その中で、えー AGV だけではなくて、スケジューリングにまでこう目を向けられることができるので、タイトなスケジューリングにえ使えるっていうところを生かして、またあのスケーラビリティっていうところもあの活用できるので、よりですね生産台数が多くて、パーツ数等も多い、自分たちのえと合っている業界まであの視野に入れていければなと思っておりますあの今後の構想についてお話しさせていただきます。 まず目指すポジションとしては、大規模化、効率化。これを達成できる、唯一の GTP システム、構築できるところ。ロケットや人工衛星などのですね複雑な機器、これらが量産されるという、これからの時代を牽引していけたらなと考えております。そして、提案プロダクトできること。これ大きく2点ありまして、安全かつまあ効率的な搬送ロボット、管理ができます。さらに、工場の大規模化、 これにも対応が十分可能であるという点です。そして、見踏を終えた今後につきましては、このブラックストーンブレイン、実際のロボットでもちろんテストしていきたいと考えております。究極にはですね極限まで高速、効率化可能にする、これはハードウェアまで含めた設計というのが最終的には必要だなと感じておりますので、独自機体の開発にまで踏み込んでいけたらなと考えております。 でえー、最後、このブラックストーンブレインのプロジェクトのチームメンバーについて、最,最,あの最後ご紹介いたします。まず、私、井上と、えー、高田さんと大沢さんと山崎さん、このメンバーがこの未踏のメンバーなんですけども、えー、イノベーターとして採択されたメンバーなんですけども、外部メンバーとして、えー、とクレバさん、えー、こちら、私の研究室の同期なんですけども、彼が、えー、と基本的にこのアルゴリズム の技術的な統括を行っている人物ですでブラックストーンの依頼につきましてはもうの、彼の黒岩というところから来ているところです。え最終的にはです、ね、今、あの AGV、AMR のロボットだけなんですけども、工場すべてのまテハン機器へ対象を拡張して、工場の最適化というのを目指して,目指してまいります以上で発表を終わります。